広崎大館線はかつて、青森県広崎市と秋田県大館市を結んでいた路線バスである。急行広崎大館線大館市は、秋田県北部に位置し、県庁所在地である、秋田市から離れていることから、大きな買い物など、林県の広崎市へ出かける傾向が強く、青森県のテレビ放送が受信できる地域が多いこともあって、かねてから、 結びつきが強かった。かつて、大館、広崎間の移動は、国鉄大羽本線の利用がほとんどだったが、1953年より、広南バスと周北バスが、相互乗り入れで、急行広崎大館線を国道7号経由で、運行を開始した。運賃は国鉄よりも割高で、運行経路は、大羽本線と、 並行していたものの、7時から18時まで毎時零0分始発の運行だったため、利便性の良さから順調に旅客を増やしていった。しかし、1980年代に入ると、マイカーの普及による旅客の減少が始まり出した。利用状況を精査したところ、青森川の区間利用は通過する、停留所があることから伸び悩んでいて、効率面から、広崎、 総上線や黒い総上線との集約が求められていた。また、秋田川の区間利用は、白沢から県境付近が特に落ち込んでいて、区間便の減便も始まっていた。実際問題として、県境をまたぐ利用客も減少していたことから、1993年12月に、急行広崎大立線は廃止となった。その後、広崎市内は、 金町、武田の下土手町からの撤退、老舗映画館の廃業に伴うシネコンの出店、大英や家電等の大型販売店の進出など、土手町商店街の衰退が進んで、郊外型店舗の出店へとシフトし、そのような中で、駅前商店街は、大町側の再開発が進むなど、町は変貌を続けてきた。大立市内も、 中心商店街の衰退の流れは同様だが、中央資本の進出が少ないため、街自体の活気が失われつつあった。距離的には同等の位置にある、野城市という選択肢があるものの、街の伝統や規模から、広崎市は、大館市民にはまだまだ魅力のあるものであった。そこで、大館市内から、広崎市内への買い物や通院などの旅客需要を、見込み、周北バスが、 広南バスに働きかけ、桜や広崎店の協力を得て、2003年3月、東北自動車道経由の特急バスとして1日4往復の運行を開始した。しかし、当初の予想通りに利用者数が伸びず、2003年12月に、広南バスが撤退し、同社が担当したに往復を廃止した。周北バスは残るに往復の運行を続けたものの、 再三ラインの10人以上をクリアできなかったため、運行開始後、約1年で、またもや廃止となった。平成14年度は、平成15年3月21日から同年3月31日までの、数字。ありがとうございます。